さあ今週も始まりましたアタック地方競馬、小坂井翔太です。赤道ひろです。よろしくお願いします。そして今回のゲストは庄司のり子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いいたします。なんか思わせぶりなポーズでしたけど、いいです、分かる人だけ分かっていただければ、はい、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この格好でございます、はいはい、でも12月も半ばまで来ましたけど、もうね、あっという間に東京大賞典で今年も終わりますよ ね。終わっちゃいますね。いやでもなんか12月感がしないのは気温とかのせいなのか乱高下って感じですけど、ね、そう、高低差が激しくて、ね、今日はどうだったんでしょうかね。どうだったんでしょうね。暑かったですか今日は。なんか20度予報も関東出てましたけど、ね、はい、ね、あのもう終わった日の話をするってなかなかないですけど ね、はい、今日もよろしくお願いいたします。お願いします。さあまずはこちらのニュースからお届けします。8日金曜日、笠松の森山秀夫調教師、笠松競馬第7レースを湘南春風で勝ち、地方競馬通算1000勝を達成。重賞は高崎ダービーや東海ゴールドカップなど19勝を挙げています。湘南春風勝ちました。管理する森山秀夫調教師、確定いたしますと地方競馬通算1000勝を達成。10日日曜日、高知の上田正史騎手、高知競馬第4レースをマリンジェミナイで勝ち、地方競馬通算1000勝を達成。重賞は南国桜花賞や高知優駿など9勝を挙げています。マリンジェミナイ上田正史騎手1000勝到達、ゴール。はい、赤見さん、森山調教師は元高崎出身ということで。そうなんですよ、私も現役時代とてもお世話になった先生なんですけれども、はい、先日アタックでもね、馬淵騎手のインタビューをお届けした時に、はい、森山先生にお世話になって恩返しがしたいっていうね、ことをおっしゃっていて、とても面倒見のいい方なのでね、はい、これからも末永く活躍してほしいなというふうに思います、そうですね、はい、今までの活躍馬の名前とか見てると、こう懐かしい名前もね、結構あったりなんかして、の長い調教師さんでいらっしゃいますけども、はい、1000勝達成となりました。そして上田正史騎手も1000勝達成ということで、ね、韓国に遠征されたりとか、ね、最近ではダノンジャスティスとのコンビでね、遠征での勝利というのもありましたけども、見事1000勝達成ということで、嬉しい話題を2つお届けしました。まずは皆さんおめでとうございます。さあでは最初のコーナー、こちらです。今週行われた重賞レースを振り返っていきます。全国の注目レースにアタック。まずは10日日曜日、水沢の観菊賞、中段から差し切ったレッドオパール、移籍後2連勝で重賞初制覇です。はい、好スタートを決めたレッドオパール、序盤は少しかかり気味で馬の後ろに入れて並べる形になりました。3コーナー手前からゴーサインを出すと素晴らしい伸び足でしたね。母も岩手で活躍したゆかりの血統、来年の飛躍が楽しみです。6番セイバーラック、8番レッドオパールゴーリン。続いては13日水曜日、川崎の全日本2歳優勝、フォーエバーヤングが横綱相撲で7馬身差の圧勝、強かったですね。抜群の手応えで楽に2番手につけたことに驚きました。押し出されるように先頭に立って、並んできたイーグルノワールをあっさりと突き放しましたね。今後どんなローテーションになるのか気になります。右手が上がりました、坂井隆成騎手。次は14日木曜日、川崎の神奈川記念、3コーナー付近で先頭に立ったビブラフォンがそのまま押し切り、重賞初制覇です。はい、初めての重賞挑戦だったビブラフォン、3コーナーで抜け出して4コーナーでリードを広げてという積極的なレース運びでした。ホリードイル騎手、見事なエスコートでしたね。2番手外からキャリッカーリード、前にも迫ってくるがビブラフォン押し切ってゴール。はい、重賞レース3つ振り返ってご覧いただきました。全日本2歳優勝は後ほどアタックスペシャルで詳しく振り返ります。さあ庄司さん、神奈川記念なんですが、はい、ホリードイル騎手、重賞制覇となりました。見事、地方競馬初参戦で初重賞制覇という、形になりましたけれども、はい、神奈川記念負担重量がね、結構別邸で金量差が大きかったことがね、すごく勝敗を分けたと思うんですけれども、格上の存在だったバーデンバイラーは60キロ、で6着、ニューモニュメントも58キロで7着という結果だったんですけれども、結果は福島で3勝クラスを勝ったばかりの
ね、4歳牝馬2頭のワンツーという形になったんですけれども、ね、はい、まあ、勝ったビブラフォンは、うん、あの福島のレースでも、ね、ドイル騎手で逃げ切ってという形で、うん、今回も、ね、すんなり地取りができて鮮やかな勝利だったんですけれども、はい、鋭い末脚を見せて、ね、伸びてくれたキャリックアリードも、ね、あの自在性があってまだ、ね、そこを見せていない馬なので、うん、この、ね、ワンツーの2頭とも、うん、今後のあの牝馬の重賞戦線で非常に、ね、注目できる存在じゃないかなと思いました、うん、はい、今の庄司さんが伸びてくれたっておっしゃったのはちょっと喜びも入ってたのかなと思ったんですけど、はいはい、あのおかげさまであの中継出てたんですけれどもね、はい、あの馬服を作ることができました。三鴨騎手が、ね、ね、刺し最後刺してくださって、ね、はい、刺して2着だったので、はいはい、でも本当に2頭とも4歳の牝馬ですからこれからの活躍ね、うん、楽しみですよ ね、うん、ダート路線牝馬本当にどん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 強い馬が出てきてね、うん、層が厚いですよね、はい、そうですね。そしてホリードイル騎手の追いっぷりが最後、うん、かっこよかったです ね、うん、なんか今回の川崎ってちょっとあの重めの時計のかかる馬場状況で、やっぱりある程度前に行ってないとちょっとこうなかなか勝ちきれないっていうような傾向があったかなと思うんですけど、まあ、その中で早め先頭から押し切る最後もパワフルな追いっぷりでしたよ ね、ちょっとそのホリードイル騎手の手綱さばきというのもね、光った神奈川記念だったんではないでしょうか。さあそして観菊賞ですが、こちらもねレッドオパールが勝利ということで、この馬もなかなかいい末脚で勝ちましたけどね。そうですね、うん、ちょっとねなんか気難しいところがあるというね、はい、お話の、まあ、そんな馬ですけれども、うん、山本俊明氏が見事に勝利に導いて、はい、山本俊明氏は休養明け初の重賞制覇という ね、形になりましたね、はい、うん、結構でも本当長くいい足でしたよね、あの馬。そうでしたね、うん、ちょっとねなんか序盤なだめるのがね大変そうでしたけど、うん、そのあたりはさすが山本俊明騎手というね騎乗を見せてくれましたね、はい、なんかまた元気な姿を見られるとそれだけで嬉しいというのもありますけどね、はい、うんうん、重賞制覇も嬉しい重賞制覇となりました。アタックプレイバック、まずは2つレースを振り返りましたが、この後は全日本2歳優勝を振り返ります。さあ続いては特集コーナー、アタックスペシャルです。今回は2歳ダート王決定戦 G1 全日本2歳優勝の模様をたっぷりとお届けしていきます。小坂さん、はい、川崎競馬場の雰囲気はいかがでしたか。あ、当日あの開門の時間から僕競馬場にいたんですが、はい、もう1レースの前からお客様がかなりいらっしゃいまして、うん、今もパドックの周りご覧いただきましたけど、うん、あの前のレースから全然皆さん動かなかったですね。全日本2歳優勝、皆さんの注目度も伺いました。さあ出走馬はご覧の12頭、 GBC2 歳優勝を勝ったフォーエバーヤング、兵庫ジュニアグランプリの上位3頭、それからトライアル鎌倉記念を勝ったサントノーレなど楽しみな馬が揃いました。さあパドックの様子ですけど、うん、僕ねウルトラの推し、うん、このメンバーでも負けてないなって思ったんですけど、素人目ですけどね、うん、素晴らしい馬体でしたけどね。本当ですよね、なんかパドックで見てても、うん、すごくいい馬っぷりで、うんうん、なんか今回レースもね、うん、まあ、後ほど振り返りますけど、はい、見どころありましたし、うん、すごくね、いい経験になりましたよね、うん、でも、うん、ネクストスターをね、はい、立ち上がってきた馬ですとか、うん、ルーキーズサマーカップを勝った馬とか、うん、もう本当各地のね地方代表という感じで、うん、面々が揃って、うん、ね、そうですよね、はい、ちょっとその形態が変わった中でその形態に乗ってきた馬たちがちゃんと全日本に来たっていうのもまた大きかったかなとも思うんですけど、うん、はい、うん、あとはやはりね JBC に最優勝を勝ったフォーエバーヤングと、はい、兵庫ジュニアグランプリを勝ったね、うん、ミグルノワールが一枠と大外っていうのがね、はい、うん、両極端の、ね、どういう展開になるんだろうっていう感じでしたけれども ね、パドックではどうでした。やっぱりね、今もお話したいウルトラの星は良かったですし、その外とうちの2頭、うん、やっぱり皆さんこうシャッターの音も今してますが、うん、結構注目度高いんだなというのも伺いましたし、うん、2歳馬にしては、ね、落ち着いてる馬が多かったような、うん、そんな印象もありますね。フォーエバーヤングのすごく大人びた、ね、うん、そうなんですよね、印象ですね。出走メンバー本当に豪華な12頭が揃いました。
さあではレースを振り返りましょう。さあまずは好スタートからやっぱりオスカーブレインは早かったんですが、フォーエバーヤングですよ、ね、そういやここイーグルノワールが切り返してこれ2番手につけるかなというところを、はい、フォーエバーヤングがね、すかさず2番手でイーグルノワールもすぐ切り返してるんですよね、ここでまずまあ、一番の見どころというか、まさかのフォーエバーヤング2番手、ね、まさかのというね、翔士さんもやっぱりまさかの、はい、うん、2番手にねあの位置を取っていくかという印象で見ていましたけれども、ね、本当この位置取り争いがまず最初の見どころでしたよ ね、 そ、 うですね。そして向こう正面、はい、うん、サントノーレがこのまあ、結果的には1着2着になる馬のうちにいて、うん、はい、この位置でレースしたっていうのもやっぱ大きいですよね、うん、ね、あの砂を、ね、うん、かぶりながらの道中でしたけれども、うん、それでも最後まで伸びてきての3着っていうのは、うん、これもこの先につながるレースになりましたよね、うん、しっかりね前の有力馬たちを見ながら、うん、内打ちでレースを進めてという3着ですからね、この辺りはもうこの2頭、ね、どうなるかなっていう感じでしたけど ね、 ね、ここではね一騎打ちかと思ったんですけれども、ね、うん、イーグルノワールも前に出てるんですけど、はい、この後ですね、うん、フォーエバーヤングの足、うん、ちょっと桁違いでしたよ ね、 ね、で坂井隆盛騎手が後ろを確認して、はい、振り返りました、はい、うん、最後は長橋につきました、はい、本当に圧勝劇フォーエバーヤングでした。ではレース後のコメントもお聞きください。もう砂かぶらない形でいければ一番いいかなと思ってましたし、思ってる以上に楽ないいポジションが取れたので、もうすごくこれ以上ない形だなと思って道中を乗っていました。まあ初めてこういう形だったですけど、終始手応えも良かったですし、4コーナー並ばれたら並ばれた分だけ走る感じですごくいい雰囲気でした。ここまで話すとは思ってなかったですけど、はい、最高の気分でした。まあ、新馬の頃から素質見せていた馬ですけど、まあ、本当に牧場さんや研究者ですごく丁寧に大事に仕上げていただいているので、まあ、このような結果が出たと思いますし、はい、あの今後に向けて本当に楽しみが広がる内容だったなと思います。まあ、ある程度自信はあったんですけども、小回り 1600m っていうのは決して向いている条件とは思っていなかったので、こんなに強いんだと自分も少し驚いています。幸い外枠を引いたんで、被らないところに行けるかなということを流星と話していて、できる限りいい位置を取ろうということで、中間、ゲート練習をちょっと熱心にした効果が出てくれて嬉しいです。まあ、完璧な位置取りだと思ってたんで、まあ、相手は一番の馬とどうなのかなということで、思っていました。そうですね、本当に想像以上に強い馬だと思います。やはり海外志向の強い調教師なんで、絶対海外と思われているかもしれないんですけども、まあ、オーナーも、新しくできたダート3冠というものにも魅力を感じるということで、これからオーナーとじっくり協議して、自分の夢はねケンタッキーダービーですけども、まあ、そこは自分の夢よりもやはりオーナーの夢を優先できるように考えていきたいと思います。そうですね、本当に来年が楽しみになる立ち方時計だったと思います。来年、まあ、日本で戦うにしろ海外に出るにしろ、皆さんの期待に応えられるように精一杯仕上げますんで、今後とも末永く応援よろしくお願いいたします。まあ、今日ちょっと枠が極端な枠で、こっちは一番で向こうが大外という枠の中で、向こうはスムーズな競馬できる枠だったんで良かったと思いますし、逆に、こっちはちょっとこう前半、キックバックかぶったり切り返したりするっていう場面が、あったかなとは思いますね。まあ、初めてのナイターもしっかりこなしてくれましたし、馬は上手に、レースしてくれて、強い競馬してくれました。ちょっと勝った馬も強かったですけれども、まだまだ良くなる馬だと思いますし、また次に、期待したいなと、これからまだまだ成長していけると思います。状態に関しては前走よりも
足先なんかも軽くいい走り、返し馬からいい走りしてましたし、状態は良かったなっていうふうに思ってます。あんまり短くはないかなと、まあ、前走1004で勝ちましたけれども、1006なんかはやっぱり合ってるなと思いますし、そうですね、まだこれから1008とかに伸びても問題ないかなとは思ってます、ね、前回点に行ったけどふわふわしながらの感じだったし、まあ、仕上げにしても今回に向けての仕上げだったから、まあ、あれであんぐらいの差で負けてる部分は悲観してなかったんですけどね。まあ、それでやっぱ戦法がちょっと変わってきたのも一つあるのはあると思うんですけど、まあ、いい経験にもなっていると思うんで。ただ今回一番心配だったのは砂かぶった時にちょっとひるむのかなと思ったんですけど、ひるまずね追いかけていってくれたんで、あ、その点やっぱり能力あるのかなと思って、そうですね、1008ぐらいまでかな、と思いますけどね。やっぱり 2000m になるとちょっと辛いかもしれないですね。ちょっと最後が足使えないかも。もう一ハロー伸びてもやっぱ使えると思うんで、うん、面白いと思います。はい、頑張ってます。いいポジションで行けばできたんですけど、まあ、若干距離が長かったのかなと思いますし、まあ、まだこれからの馬ですし、まあ、1004、1002ぐらいで良くなるのに頑張ってます。つまずいてあれでもう致命的でしたね、うん、まあ、もう本当に具合良かったんで、まあ、恋から行きたかったんですけど、まあ、だいぶ離されちゃったんで、まあ、ちょっと後手踏んだやっぱコーナーリングもねちょっといやいやしてたんで、まあ、なんとか最後じわじわ差は詰めてくれましたけど、全然思い描いたレースできなかったんで、まあ、ちょっとこれで実力じゃないと思うんで、ちょっと現時点はちょっと広いコースの方がまだいいかもしれないですね、うん、どうしてもちょっと前半のリズム取りにくいんで、はい、残念でした。良かったです。まあいいところで流れは乗れてましたけど、もう勝負どころからもうきつかったですね。まあ、もうちょっと力つけてからだと思います。早いね。俺らも出てはいるんだけどさ、スタートも全然普通に一歩目からかなりいいポジション取れると思ってたの。そっからみんな早いわ。はい、でももう良くなってるし、新馬戦の下の時よりもうまく成長していってくれればね、来年に向けてやっぱ乗りはいいね、やっぱ、うん、久しぶり乗ったけど、ただ速いみんな。炎上そうですね、なんかまだそんな器用なタイプじゃないんで、なんかワンタンでスピード生かせるの方が合ってるのかなっていう感じはしますけどね。でもスピードは本当にいいものあるんで、それが本当にフルに発揮できる舞台だったら全然引きは取らないんじゃないかなというふうに思います、うん、はい、 いやもう頑張ってきましたよ、まあ、はい、はい、レース後のコメントも聞いていただきましたが、さあ庄司さん、はい、フォーエバーヤングのこの強さ、うん、うん、素晴らしかったですね。素晴らしかったですよね。そしてね、川崎競馬場といえばコーナーがきつくてね、本来は初めての馬には非常に難しいコースと言われているんですけれども、うん、もう3コーナー4コーナー回ってこの抜け出していく時の強さ、うん、勝ちっぷりを見ると本当に強い馬にはそんなことは関係ないんだなと改めて思いましたし、ね、インタビューの中にもありましたけれども、まあ、本来得意とするね距離でもコースでもない、うん、ここでこの強さを発揮するっていうのがね、うん、いやお見事だなと思いましたね。あと坂井隆盛騎手でいきますとレモンポップもね出していく競馬して大外枠だったじゃないですか、うん、あれも、はい、だからやっぱり変な言い方ですけどうまいなっていうね、うん、やっぱり思いましたね。本当に思いました、うん、あのスタートからのタイミングだったら3番手外につけるっていう選択肢もあり得たわけじゃないですか、うん、それを自ら2番手につけて、うん、で、まあ、イーグルのワールにとってはちょっとこう苦しい時間が長くなる形になって、うん、だからあの圧勝は馬の力はもちろんですけれども、うん、坂井隆盛騎手の腕というのも大きかったなと思いますね、うん、そうですね。そして指定コンビでの G1 制覇ということになったんですが、うん、どうですか、フォーエバーヤングダート3冠に来るのでしょうか、ね、それとも矢作先生は、矢作調教師は僕は海外志向の強い調教師なんでってね、コメントもありましたが、
アメリカ行くんですか、どっちなんでしょうか、ねね、気になるところですね。これは大問題ですよ。大問題ですよ、うん、これは多陣営にとっても、うんね、ただ、うん、あの新しくなったダート3冠って、うん、その簡単に目指せないというか、はい、あの確実に出るためには権利を取らないといけないので、やはりそうなると戦略もね、あのまた練らないといけないというところもあるので、本当にどういう路線に行くのか、海外に行くのか、新しいダート3冠を目指すのかっていうのがね、ちょっともドキドキワクワク、そしてね、よく考えると去年のこの時点でまだあのミックファイヤーは重賞戦線に乗ってないんですよ、うんうんうん、なのでね、まだまだこれだけ強いパフォーマンス見せられたけれども、うん、まだ一強と見るのはね、早いんじゃないかなと。それこそネクストスターが控えている可能性もあるということですよね、うん、はい、いやだからその3歳クラシックがより楽しみになったかなというのもあるんですけれども、うん、そういう意味では来年が楽しみな地方勢というのもいまして、まずサントノーレ3着に入りましたが、このメンバーでね、いい競馬をしましたよね。よく食い下がってうちで我慢してね、うん、最後も3着死守しましたね、うん、そうですね、うん、上さん結構鎌倉記念ではちょっと遊んじゃうようなところもありましたけど ねそうですよね、うん、逃げてちょっとね4コーナーでわふわふわっていうような場面もありましたけれど、今回は全然違う競馬だったじゃないですか。それでも最後まで足を使えたっていうこと大きいですよ ね、 そ, うですね、うん、そしてウルトラの星佐賀からの遠征馬も6着だったんですが、僕もさっきちょっと言っちゃいましたけど、本当にパドック見てても、いや全然引け取らないな、素晴らしい馬体だなと思って見てたんですけど、うん、で2歳馬はまだね成長途上ですから、はい、ここからぐーんとね力つける馬もきっといるでしょうし、うん、ね、楽しみですよね。楽しみでなりません ね、 ね、うん、亀さん、あと遠征をして強くなってきた地方馬たちを僕らはいっぱい見てきましたから、ね、今年も含めて、うん、これは大きな経験ですよね、うん、あとやっぱりネクストスターのこの効果、価値っていうんですか、はい、やっぱり各地にいい新馬が今まで以上にね、こうハイレベルな新馬たちが入って、そこを勝ってこの全日本2歳優秀で経験を積んで来年っていうね、すごくいいあの流れだなというふうに思います。そうですね、その初年度になる全日本2歳優秀が終わってというところ、来年の3歳のダート3冠に向けてもちょっと楽しみな馬たちも、そして各地でね楽しみなレースをしてくれそうな馬たちの戦いというのも見られたかなと思います。全日本2歳優秀たっぷりと振り返りました。続いてはアタックカミングレーシズのコーナーです。このコーナーでは日曜日にグリーンチャンネル地方競馬中継で放送するレースの展望をお届けしていきます。まずは明日以降の JRA のインターネット投票を使った地方競馬の発売日程確認しておきましょう。日曜と土曜は即パッドと A パッドで、火水木は即パッドで購入可能です。日曜は水沢船橋佐賀、火曜は水沢船橋金沢園田、水曜は船橋名古屋園田、木曜は浦和名古屋園田、土曜は金沢佐賀のレースを発売予定です。さあ今回の展望レースはこちらの一蔵です。はい、佐賀競馬場で行われる師走賞です。師走賞にアタック。師走賞 B 級の準重賞、距離は1750m です。庄司さん、見どころお願いします。同じ距離で行われた晩秋特別、そして下月特別からそれぞれ5頭と、まあ、比較が、ね、しやすいメンバー構成に転入初戦の3歳馬が加わってどうかというレースですね。はい、後ほど印も楽しみにしましょう。では参考レースです。まずは11月20日の下月特別、中段から足を伸ばしたグランクロアが2着でした。はい、序盤は逃げ馬の後ろで折り合いをつけて途中少し下がったんですが、直線はよく伸びて2着というレースでした。少し勝ちきれないレースが多いんですが、このクラスの安定勢力、今回も流れ一つでしょう。9番のビレッジシングルゴリ、
次は12月3日の晩秋特別、下月特別では3着だったグランツエクラがグランクロアに先着しました。はい、中段内から上がってきて直線は内々を伸びて僅差の4着でした。後方からのレースが多いイメージですが、末脚は確かな馬、どこまで追い上げられるかでしょう。グランツエクラですが、6番宮野ウッドリーゴールイン。師走賞参考レースをご覧いただきました。では3人の印まとめてご覧いただきましょう。こちら、庄司さんと赤見さんが7番フォードテソーロが本命ということですが、庄司さん、はい、JRA から転入初戦の未勝利馬なんですけれども、まあ、レースぶりに自在性があるということと、まあ、中山の 1800m で花差2着、はい、で東京 1600m で花首差の3着もある3歳馬で、まあ、新天地での、ね、活躍が期待できる1頭だと思います、はい、そしてお母さんつくし姫というのも魅力的ですね。はい、つくし姫山田信弘騎手とのコンビで ね優勝も勝ってましたけどね、はい、赤見さんもフォードテソーロですね。そうですね、まあ、ちょっとね、うん、初めてで休み明けでもあるので、まあ、手探りな面はあるかなと思うんですけど、うん、あんまり先行する馬がこのメンバーいないので、本当逃げられたらもうそのまま行っちゃうんじゃないかなというふうに思いました。はい、はい、小坂井さんはそうですよね、先行馬があんまりいない、グランクロアの末脚に期待というところなんですけど、うん、ペースがねちょっと遅くなりすぎちゃうとどうかなと思うんですが、うん、あの下月特別も最後3着馬離しましたんで、うん、この馬の足を信じて馬券は買ってみたいと思います。師走賞の検討でした。では改めて明日以降の発売カレンダーの確認です。明日からの1週間ご覧の通りです。各地の熱戦にご注目ください。そしてグリーンチャンネル地方競馬中継の放送予定は、はい、明日日曜日は佐賀の師走賞、20日水曜日は園田の兵庫ゴールドトロフィー、21日木曜日は浦和のゴールドカップと名古屋の名古屋グランプリを中心に放送予定しています。アタック地方競馬、そろそろお別れの時間です。さあ今日オープニングではもうあっという間に東京大賞典が来ますねなんて話もしましたが、登録馬も出ましてね、出ましたね、豪華ですね。いやいやいや、もう本当今から悩ましいというか、はい、そしてね、地方馬ではニックファイヤーのところに早くももう三鴨典騎手の名前が入っていて、はい、いや楽しみですね。そうですね、ただニックファイヤーも今回は大きな壁に立ち向かうということにはなりますけど、本当にいいメンバーで相当揃いそうですよ ね牛場テソーロにウィルソンテソーロ、うん、ウィルソンテソーロは引き続き原雄介騎手がというとね、うん、話もあるみたいですし、キングスソードもいるし、うん、乗ってるのもいますね、うん、武豊騎手ですからね、うん、かなりちょっとチャレンジャーということにはなりそうですよね、はい、ただ暮れに向けても本当に楽しみが深まっていくというタイミングでございます。そして庄司さんは、はい、今年最後ということで、そうですね、アタック地方競馬は最後になります、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。また良いお年をお迎えください、はい、良いお年を。ありがとうございます。今日のゲストは庄司典子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。なお次回のアタック地方競馬ですが、都合により夕方6時からの放送となります。本放送は夕方6時からです。ぜひこちらもお楽しみに。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。さよなら。